はい、コマーサジオリバーサイドへこそギタリストでシンガーソングライターの竹下でございます。本日のサンドチェックはこちら、ズーム G2YNU54 番のプリセットです。HW クランです。はい、ちなみにズーム社 G2YNU はこんな形です。はい、ちょっとレトロな感じですね。はい、ズーム社の製品ね、悪く言う方も言われるんですが、私は悪いと思ったことはございません。はい、そしてこちら使用するギターは富士原生ストラトキャスターでございます。はい、この時期ね、何かと湿度なんか変化して、ネックのね反りなど起こりやすいのでお気をつけくださいませ。6弦3フレットからスケール練習です。中指で、始めます。いってみましょう。中指に入れ替えます。はい、最後のドをですね、中指に入れ替えます。もう一度いってみましょう。はい、こうなる方多いんじゃないかと思うんです。小指で終わってしまうね。これでも全然間違いではないんですが、中指に入れ替えた方が2オクターブ奏でる場合効率がいいです。はい、このまま2オクターブ目いきます。はい、最初は、最後のドがつながらなくても全然構わないです。慣れてきたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。はい、から6弦まで全て使えるので、達成感があると思います。全部の弦を使ったっていうね。はい、そして、Em-DC の循環コードですね、こちらをクソ真面目に弾きましょう。タイムズはね、時は金なんだので、一生懸命練習して、そしてゆっくりとやってみましょう。いきましょう。ここで一つ大事なお話です。ピックの持ち方なんですが、人差し指の上に優しく乗せてあげます。はい、そして親指で優しく包み込んであげます。はい、ピックの先端ですが約8ミリから10ミリぐらい、10ミリね、がよろしいかと思います。はい、次にですね、アルペジオ分散和音ですね、こちらに進んでみましょう。先ほどの Em-DC、この循環コードを5、4、3弦のアルペジオにしたものです。ゆっくり丁寧に奏でましょう。ルートの音を弾くときに前のめりになると、忘れることがないです。はい、行ってみましょう。このアルペジオがうまくいかなくてイラッときた場合はですね、単純に7フレットと9フレットを押さえて、と弾いてうっとり、ギターっていいな
って思ってください。はい。次にこの発展形で4、3、2弦のアルペジオです。4弦なんでね、若干、物理的に弦が細くなるので、より繊細なタッチが必要になります。ゆっくり丁寧に管理でいきましょう。はい。練習をしておくとこういうフレーズが弾けるようになります。日本のアースシェイカーの、ねグループアースシェイカーというバンドのモアという楽曲がございます。こちら日本の楽器を回すと、ね、とても美しい、イントロでございます。以前ですねこれが弾けると女の子にモテるという都市伝説があったんですが全くの嘘です。はい、行ってみましょう。次にギターソロは弾きたくなると思うんですが、ギターソロ自体にほぼ大した意味ありません。でもこれを言ってしまうとおしまいなので学んでいきましょう。ファイナルカウントダウンという楽曲ございます。こちらのギターソロはですね一応しても使える、要するに違う調でもね、使えるので非常に、マスターしておくと、便利です。まあ、急には弾けないですけどね、ゆっくり丁寧に徐々に学んでいきましょう。次にですね、非常に、重要なお話です。ギターを感じる際に指と弦、ストリングスとね、自分の指が離れている時間、これを極めて短くすることです。要するにバタバタと大きい運指ではなく、アクションの大きい運指ではなくてね、小さくコンパクトな運指でギターを感じること、非常に重要です。課題曲としてイングヤマルムスティン広島のムールを簡単にしたものです。練習すれば誰でも弾けます。ゆっくり丁寧に奏でましょう。
の部分なんですが、と、奏でるか、と奏でるか、と奏でるか、もうこれはもうご本人のプレーのその選択であって。基本形はね、私たちお教えいたしますが、あの最後どういうふうにまとめるかっていうのはもうご本人の自由なんですね。なのであの、まあ、基本的に最後そのピッキングでね表現した部分というのはエモーショナル部分ですね。これはですね、あのオリジナリティを持ってください。これ誰かに教わることではないです。あくまでその誰かを参考にするね、これ非常に重要なことなんですが、ただ最終的にご自身の、あのプレーなので、最後に選択するのはご自身の、どうピッキングして終わるかとかね、そういったことはあのご自身で決められることで、誰かにああだこうだ言われるようなことではありません。はい。こちらにトラップがあります。私はですね、現在横浜にございます、シアミュージック横浜校で、エレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。基本的にですね、もうすぐ8月なんですね。はい。私をご指名いただければ幸いですが、あの、他の講師もですね、非常に優秀な講師を揃っております。はい、あの私はですね、あのちょっとでも、嫌なことがあるとやめてやるってなるタイプなんですね。はい。ですがシアミュージックではですね、あの全ての講師陣が、この人に習ったらそれはうまくなるよねとか、あ、この人に自分がね習いたいなって思ったりする、そういったあの素晴らしい講師が揃ってるんですね。はい。こういう学校もなかなかないんじゃないかと思います。はい。ちなみに何でしょうね、私はあの黒沢音楽教室も素晴らしいと思いますが、はい、私の師匠の加納様は黒沢音楽教室でギターをしてください。で、まあよかったらあの、発表会などの動画もアップロードしておりますのでご覧になってください。まずはね、音楽いろいろね、ギター買ったんだけど、なんか自分が進歩しない。 YouTube を見てね、なんかそのアドコーダー言っている人の話を聞いて真似してみたけど、なんかうまくいかない、そういうところ多々あると思います。はい。結局 YouTube で見てもあの無料なんでね、やっぱりお金を払ってギターを習うっていうことはもう全然全く違うことなんですね。はい。ちなみにシアミュージックはですね、料金だけ非常にリーズナブルというかきちっとしてます。はい。何が素晴らしいかというと、まずスタジオ使用料というのをいただいておりません。お教室によってはですね、レッスン料の他にスタジオ使用料みたいなものを、徴収したり、あとはそもそもスタジオを持っていなくて、外部のスタジオでねレッスンをする、そういうお教室もあるんですね。それに比べてシアミュージックは学校の中にスタジオがちゃんと完備されてるんですよ。これすごいことだと思いません？ちゃんとアンプ、ミキサー、そういったものが完備されてるんで、ご自身でギター持ってこられるのが最もいいことなんですよ。ただ仕事の帰りなんかでね、なかなか会社にギター持っていけないとかいろんな事情があると思います。はい。なのでレンタル用のギターをね用意してございます。はい。休みの時間、まあそんな忙しいんであれなんですけど、
せっせとね、私もメンテナンスちょっとずつしたりしておりますので、はい、それをお使いいただければと思います。で、学生の方なんですが、あの親御さんにね、買ってもらうギター、これも一つの方法だと思いますが、できればご自身でアルバイトして買ったギターでレッスンに来てください。これね、別格です。大きな差があります。あの親に買ってもらったギターっていうのは結局買ってもらったなんですよ。で、自分の嫌なこともそれありますね、アルバイトでね、そういったものがある中で自分の力で手に入れたギター、これはもう別格です。はい、のでぜひね、もう8月いっぱい別に休んだっていいんじゃないですか。9月から新しく始めればいいと思います。1ヶ月丸々休んでね、1ヶ月間みっちりアルバイトしてご自身でギターを買ってで、シアミュージックで学ぶ、はい、こういったこともいいんじゃないでしょうか。はい、まあいろいろその音楽なんで進めていく上でね、うまくいかないこと多いと思うんですが、横浜シアミュージックにお任せくださいませ。はい、私はですね、そんなに生徒さんを増やすつもりがありません。はい、そういう人なので自分の器が小さいんでね、今いる生徒さんで精一杯でございます。一人一人がね、とても大切に思ってますし、まあなかなかね、そんなに毎月毎月たくさんのレッスン取れるわけじゃないと思いますが、教えた生徒さんのことはね、きちっと覚えてますし、まあしばらく間が空いたとしてもね、帰ってきてくれるものと信じておりますので、それではギタリストでシンガーソングライターの竹下敦子をお送りいたしました。横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。 See you next time です。